はい、今回の動画はですね、改造プラレール JR 四国7000系を開封したいと思います。それではね、前面から見ていきたいと思います。前面の方向幕の行き先は各駅停車の松山行き満満列車ですとなっております。前面はシールとなっております。はいね、ちゃんとここに満満表示もしてあります。続いて側面です。両サイドの扉は片開きとなっております。続いて後ろです。後ろもね、ちゃんとね、ワンマンとなっております。はい、こんな感じですね。続いて反対側の側面です。はい、こんな感じですね。反対側の側面はね、切りついて作りました。なんで少しね、反対側に比べると汚いかもしれませんっていう感じですね。四国7000系のね、乗務員扉はね、こっち側にしかついてないんでね、こっち側にはありませんっていう感じです。続いて屋根です。パンタグラフはマリンライナーのものを複製したものを使用しています。最後は走行動画をやって終わりたいと思います。